ホコルームチャンネル。はい、こんばんは。今日は朗読がココちゃんそういうモードに入りまして、再び、朗読をいたしますよ。そして、選んだ詩がですね、この詩が読みたいっていうことでね、2回も朗読することになったんだけど、あの鎌ヶ崎の、アランドロン、ことですね、あの坂下則之さん、ね、文学青年だった坂下さんの詩を読みたいということで、これは、小種です。花井のり子さんの、お話を聞いて坂下さんが作った詩を、朗読をしてもらいましょう。宇治川の清き流れに、詩作坂下健康かっこ坂下のりゆき、話した人花井のり子。花井のり子さんへ。1、あなたは宇治橋を何回往復しましたか。私の答え、新聞配達で300回以上あります。2、あなたは宇治川の上流の東屋でホームレスをしたことがありますか。私の答え、神社で盗んだという一升瓶を持ってきてくれた人と一緒に酒を飲んだことがあります。一週間ありがとう。3、あなたは宇治川のほとりの平等院の10円玉を今まで何枚使いましたか。私の答え、70年生きているので数えられません。何百枚か何千枚か分かりません。4、あなたは宇治川で急流にあって命拾いしたことがありますか。私の答え、はい、あります。50メートルほど流され、かすり傷一つつきませんでした。今70年、生きているのは奇跡的事実です。5、あなたは春満開の遠野島で恋をささやいたことがありますか。私の答え、クリスマス用のプレゼント、クレーンという童話を宇治川に投げました。プラトニックラブで彼女とは手を握っただけで48年会っていません。今、僕のことを考えていないかな。ラストメッセージ。宇治のおじいさん、おばあさん、13歳の孫を連れて行って、いいお正月を。はい、お盆なのに大晦日の詩を読んで、しまいましたね。はい、いやでもね、坂下さん本当にいろんな経験をされたんよね。ね、宇治川に流されちゃったりね、橋の下で暮らしたりね、本当にあのいろんなところでいろんなことを経験されてるな。はい、じゃあその、坂下さんに、お話を聞いて花井紀子さんが作った詩を、私朗読させていただきます。除夜の音を聞く前に、詩作花井紀子。話した人釈迦した、釈迦はお釈迦さんの釈迦ですよ。そして舌はベロの下です。健康は健康法師だね。こと坂下のりゆき。釈迦さんは張り絵をする。河童の川泳ぎの張り絵。
小さい頃泳いだ仙台川が今も流れる。大岩に腹ばいになって寝そべるカッパ、きゅうりをつまみに酒を飲むカッパ、釈迦さんの代わりにうまそうに酒を飲むカッパ、背景には釈迦さんの言葉たちがそこここに。釈迦さんは針絵をする。釈迦さんの6作目の針絵、除夜の音を聞く前の仕事納め。私は遠くに除夜の音を聞き、きっと釈迦さんと出会った今日のこの日を忘れない。これちょっと肘が強っちゃうの。いや今朗読してたのにまあまあいいやね、はい、ということで、ごま卵が今差し入れされました、皆さんさようなら、良いお盆を、良い年末をという気分ですね。はいはい、はい。